なんか言ったか。もしもし。うん。よし。そいつはニューヨークが明け次第すべて売りだ。うん。いやまだ1時間ほどだから。わかった。できるだけ急いで切り上げよう。このミーティングが終了次第、ロンドンでお茶を。至急 Z をよこしてくれ。正午、時間は有効に使いたい。とりあえず現状をざっと報告してみろ。場合によっては俺は協力を惜しまない。面白いことなんだろうな。だから言ったろ、まだ断言はできないって。で、それでどうなった。何を悩んでるんだよ、教えろよ。No! いや、そいつは深刻な問題だな。究極の選択だ。だから早く説明してみろ。ねえ、翔吾くん、教えて、お、ね、が、い？うわ、気持ち悪い。マグロ、まだ夕方だぞ。お前のラブはどうなった？いやー、星が綺麗な夜ですね。地球はやっぱり丸いんだな。僕はなんでそんな素晴らしいことを今まで知らずに生きてこれたのか。マグロ、なんか進展したんだな。何何、面白いこと。次はいよいよ足ヶ島大花火大会で。お、やらしいことをもくろんでるんだな。店長に報告しよっと。ランランラン。の方が冷えかしがいがありそうだな。ロンロンロン。アクションを起こすんだな。だったらこれ持ってけ。足ヶ島大花火大会のチラシだよ。こういうアイテムがあった方が話題が弾むだろう。うまくやれよ。ああ、これってなんて親切。
ナユタは家の中にはいないようだ。ガレージの方を確かめてみたのか。失礼。ないな。正吾？失礼。私、ガレージにいたのに。わざわざ謝りにここまで来てくれたの？花咲く足利島大花火大会、このチラシそうでしょ。行く行く、もちろんだよ。当たり前じゃん。そうだ、正吾、ガレージの方来てみて。新しい構想が浮かんだの。賞味期限を守れ。あれの実は生きていたっていうありがちなうちはやっぱ許しておけんでしょう。
心してないで、だから突っ込んでよ。足の裏から毛が生えても、ドドドボッケロージャクソミネン星人 VS 宇宙探偵ジョバンの最後の対決みたいにしらけるわけないでしょ。そんな新聞のテレビ欄に収まらないような名前の星人がいたら、テレビの会社の人が困るじゃない。正午ったらもう分かってないな。ビンゴ。さーてと、花火までは時間がたっぷりあるから、この辺探検して賢者の石&世界を支配するザ・リング・オブ・パワーでも探し当ててみよう。その辺の海の家でそろそろ休もうよ。だからごめんって。もう賢者の石&世界を支配するザ・リング・オブ・パワーを探そうなんて言わないから、一休みしよう。喉カラカラ。賢者の石&世界を支配するザ・リング・オブ・パワーであります。はい教授、分析分析。限界かな。それじゃあフェアじゃないね。正午は生中にしよう。よし、生中を探し当てちゃうぞ。お、今のいい。ツッコミが自然な感じになってきた。よし、それじゃあっとじゃんじゃん掘ってみよう。裏側から掘ってみて。ブラジルあたりじゃない？先に地底人を発見した方が勝ちね。近くで落ち合いましょう。アディオス。遅い。ほらもう。マジボケしてる間に東大寺ができちゃったね。よーし、お次はグッと近所にしてロックフェラービル作ってみよっと。これかっこよく
く作れたらロッケラー財団パトロンしてくれるかな。ん？正午はエンパイアステートビルの方がお好み？わかった。じゃあもっと高くするね。あと百数十メートルだっけ？バベルの塔でいいからさ、勝負も作ってみなよ。できる。君ならできる。教えてあげるからやってごらん。はい、座って。お、その砂のかき集め方、ものすごくいい感じ。素敵センスを感じたね。腕の運びがいいね。大胆で繊細。できるだけ高くした方がいいよ。その方が仕上げの時に感動的だから。もっともっと高くしよちゃん。あのね、砂ってすごい小さいけどね、いつか大きく強くなるから、そういう意味だって。あのね、昔の人は砂が岩になるって思ってたんだって。でもね、正しいのは逆なんだって。理科の時先生が。でもね、そういうのは嘘とか本当とかとは違うってお父さんが言ったよ。わかんないね。じゃあ本当は間違ってるのに正しくは合ってるの？ん？正しくは間違ってるのに本当は合ってるの？ん？あれれ？どっちだっけ？翔ちゃん、今落としたかもよ。静かにしないと聞こえないよ。新しく始まる音、一緒に聞こうね。